丸明での交渉会第19回交渉会議がおそらく日本が参加する最初で最後であろうと、そういう連絡がアメリカのパブリックスローリー・ワダックさんからもあっておりましたので、これは丸明会議にはどうしても行かなきゃいけないという思いで、私が強調したのは日本だけがアメリカと平行脅威でなくて、自動車、軽自動車の問題とか保険の問題とか次々に前払いさせられていっていると、平行脅威といわゆる TPP 交渉会妥結と、その妥結前に、協議前に日本が平行脅威にその言ってみればアメリカの言うことを聞かなければ交渉にも入れてやらないぞと、まさにフロマンが日本にそれを言いに来たと、そのことがアメリカの新聞に載ってるぐらいですから、非常にその一方的な形なので、それを日本だけがそういう厳しい目に遭ってるんじゃないかということを主張をさせていただきました。で、特に投資の分野でその ISDS は提案国と反対国両方あります。で、非常に私なんかもショックだったのは日本は賛成をしていると言及したことでございました。で、こういうことが国内で何にもこう我々にレポートされていないということがむしろ私たちは課題なんじゃないか。 TPP の交渉そのものは秘密裏ですが、日本政府がどういう発言をして交渉しているのかということは国内で我々にもっとこれは、公開をしてもいいんじゃないか、まあ、そういう意味でございます。で、マレーシアに関してはですね、もうすでに、日本と同じのマハティールさんがですね、これはもう反対ということを最近は表立って表明するようになりました。で、最近の発表によりますとですね、マハティールは、TPP はもうアメリカ市場ではなくですね、これからは TPP のアメリカ市場ではなく中国との関係をしっかりと守っていかなければいけない、こういうことをマハティールが言っているわけですけども、マレーシアに行くとですね、マハティールさんというのは必ずしも評価が高くなくてですね、まあ、いわゆる保守政治家、マレーシアを停滞に導いた、こういうような批判も非常に強いわけですけども、そのマハティールさんも TPP に反対ということを言明するようになったということはですね、彼は今までそういう慎重にそういう発言を避けていたんですけども、その慎重な保守政治家のマーティンさんもですね、もう表面だって、TPP 反対というふうになったぐらいですね、その TPP に対する反対の運動は、マレーシアでは強まっているということでございますね。まあ、これ秘密交渉に関しては驚いたことはですね、各国は人の国の話を言っちゃいけないと、これ秘密交渉。自分の国のことはですね、どんどん喋ってるんですよね、自分のことを自分の国民に。だから本当にその日本政府はですね、それは当たり前じゃないですか、日本の国益や日本の業界益を守るためには日本の国民やですね、あるいは業界の皆さんとよく話して、ああこんなこと言ってるんですよ、こっちでお仕返しましょうよと、一緒に共同してやりましょうというのが当たり前なんですよね。ですからその日本みたいにですね、この四角紙面にですね、秘密交渉だから一切言いませんなんていうのはちょっとないということですね。これもまた恥ずかしいところですね。遺伝子組み換え食品ですね、これを韓国は無条件に、受け入れると。韓国の国民皆保険が適用されない株式会社経営の病院の参入を認めると。アメリカ産牛肉の輸入条件を緩和すると。この条件を飲んだ上で、FTA が発足してまして、そして、堤さんが取材されたアメリカ の食品会社等は、韓国市場では学校給食が狙いだと。つまり学校給食は地産地消でやってるんですね。これがこういう制度自体がアメリカの食品会社の、利益を害すると。これをSDE を通じてですね、持ち出してこれを崩して、ここにアメリカ系食品会社がですね参入すると、こういうことを考えているのが韓米FTAなんです。